スタンドアップヴァンガード甲子園。あのヴァンガード高校選手権が装いも新たに生まれ変わる。日本全国で間もなく予選大会が開催。友情が試される学校対抗のチームファイト。君の参加を待ってるよ。よく見るね、この CM。 おはよう、エミ。おはよう。愛知たちも出るんでしょ、ヴァンガード甲子園。うん、私も出たいな。高校生の大会だからね。いいな。勝利に向かってカードファイト部のみんなで一緒にカードファイトするなんて。カードファイト部のみんなでか。何をしているの？実はこの学園にはカードファイト部がなくて。大変そうね。はい、校則によると部員を5人以上集めないと生徒会から部として認められない。で、何人集まったの？僕一人で。いいわ。え？だったらそのカードファイト部私が入ってあげる。え？私が部員第1号よ。宮地学園カードファイト部はあの時のコーリンさんの一言から始まったんだ。あれ？でもコーリンさんって選手として出場できるの？え？ウルトラレアってヴァンガード甲子園のオフィシャルサポーターだよね。私たちウルトラレアも全力でサポートするわよ。とっても忙しいんじゃないかな。宮地学園に入学した僕はカードファイト部を立ち上げることにしたんだけど、イメージするんだ。イメージはきっと形にできる。Too? I'll fight my opponents with all my power. True Awakening of Deities on sale January 11th. Bushy Road. Tired, みたいね。そりゃそうだよ。ヴァンガード甲子園の仕事が立て込んでる上に、こうちゃんにはカードファイト部もあるんだし。あら、カードファイト部なら私にもあってよ。スーさんのはお勤めだけど、こうちゃんのはそうじゃないじゃん。え？今日くらい学校休んだら？いやよ、仕事もないんだし絶対に行くわ。学校ってそういうものでしょ。タクトだってそう言ってたし。思いのほか学園生活を楽しんでいらっしゃるようで安心しました。楽しんでるかな。
お、皆さんおはようございます。ヴァンガード甲子園の CM 見ましたよ。さすがアイドルって感じでした。俺ありがとう。もう一度カードファイト部に挑戦しようと思ってます。コーリンさん。仙道様。おはようございます。おはようございます。あなたは確か立浪家にてコーリン様のおそばをお任せいただいております、牛丸と申します。牛丸さん。コーリン様は近頃の激務によって大変お疲れでいらっしゃいます。仙道様はコーリン様が信頼を置くカードファイト部の部長、何卒コーリン様をよろしくお願いいたします。私からもよろしくお願いね。はい。やっぱり忙しいんだなコーリンさん。ありがとう。仙道くん、おはようなのです。ああ、おはよう。コーリンさん囲まれちゃってるね。なのです。疲れてるだろうから、学校では休ませてあげないと。さすがお優しい。ですが、あれでは。すっごく大きな大会なんだね、ヴァンガード甲子園って。ねえ、仕事でもファイトしたりするの？コーリンさん、とても休めそうにないですね。あのみんな、あの私もうっせえぞおめえら。こんなところで騒いでんじゃねえよ。散れ。おはよう直樹。なんだあいつら。石田のくせに。グッジョブだね。おはよう直樹くん、コーリンさん。ああ、アイチ、シンゴ。おはようなのです。顔は怖いし、相変わらず狂犬のようなやつですが、頼りになるのは事実なのです。ヴァンガードの実力も侮れないですし。スタンドアップ！ヴァンガード！まずは、スライド！ちょっと待って、石田くん。お？最初のドローを忘れてるよ。最初はあまりの初心者っぷりに驚かされましたが。ライド！グレートコンポージャードラゴン！あなた初心者でしょ。そのユニットの進化が分かってるのかしら。分かってるさ。こいつが今のつまんねえ状況を打ち破ってくれるって。レックレスネスドラゴンだ。スキル発動、カウンターブラスト、サグラモールをバインド。派手さはないけどシンプルに強い。クロート好みのユニットね。グレートコンポージャーの好きにはさせない。一気に決める。これで石田直樹のダメージは5。いざ空白同時ハヤテリザードソルジャーリキ。踊るな。頼むぞハヤテ、サンダーストームドラゴン。防ぎ切った。あいち、ヴァンガードって面白えな。え、来いリザードソルジャーリキ。リキのスキル発動。相手の前列と後列を入れ替える。前列が空いた。グレートコンポージャーがパワーアップする。行くぞ。降臨の盾マルク、完全ガード。ドライブチェック、フロントトリガーをゲットだぜ。とどめだ、レックレスネスドラゴン。何ニヤニヤしてんだよ。なんでもないのです。なんだあいつ。
ウルトラレアのみんなって本当の姉妹じゃないんですよね。ええ、お手伝いさんが心配するのも無理ないのです。休み時間まであれじゃな、困ったものなのです。ねえ直樹くん、慎吾くん。あ、はい、なのです。二人に協力してほしいんだ。あのね、よっしゃ、いっちゃやったるか。任せてください、なのです。よろしくね。The Answer of Truth. Available January 18th. Bushy Road. Buddy White Ace! Buddies that you have fought many battles with have come together once again to seek new fights. Buddy Lineage! On sale December 14th. Bushy Road! Buddy Fight Ace! Let's become stronger, Garga. Wait, Cross and Agito get new abilities too? I'll fight my opponents with all my power. True Awakening of Deities, on sale January 11th, Bushy Road. Vi Schwartz, the characters from another world are here. Are you ready to restart your life in another world? Re:Zero, starting life in another world. Trial Tech Plus and Booster Pack, now on sale. Bushy Road.カードファイト部ってどんなことするんですか？カードファイト部だからカードファイトなんだけど。ヴァンガードに興味をお持ちの皆さん、昼の休憩時間を利用しまして、コーリンさんも所属する我がカードファイト部がヴァンガードの講習会を行うのです。おー、何これ。んコーリンさん、ちょっとこっちへ。ではまずヴァンガードについてですが、コーリンさんが説明してくれるんじゃないの？アイドルがんなことするわけねえだろ。こういうのは下っ端の仕事だ。そうですよ皆さん、下っ端。誰が下っ端なのですか？あれ気づいた？何アイチ。いいからこっちです。いいから聞くのです。そもそもヴァンガードというカードゲームは、地球によく似た惑星クレイという架空の場所を舞台にしています。架空の場所である以上、私たちは実際に惑星クレイには行けません。スピリット、か弱い霊体とならねばならないのです。そこでイメージするという行為が大切になりますのです。イメージ。そう、イメージです。それがヴァンガードの強弱を決めると言っても過言ではありません。偉そうに。けどこいつのヴァンガードに関する知識は本物だ。出なけりゃ。スタンドアップ、ヴァンガードライド、隠密魔竜マガツストーム。俺とのファイトがあんな結果になるはずねえ。レッドリバードラグーンでブーストしたレッグレスデスドラゴンでとどめだ。偉大なる仙道君が立ち上げんとするカードファイト部に貴様のような狂犬がいるのは許せないのです。血が澄みでヴァンガードにアタック、スキル発動、早く。ダメージチェック。よっしゃ、フロントトリガーゲット。人流日報、ビビルアイプリズン。無駄だぜ。今のバーミリオンはパワー22000、今の1万5000のボイドマスターのアタックはどうなる。そんなこと知ってます。ボイドマスターはバトル終了時カウンターブラストすることでリアガードを1体手札に戻せます。血が澄みを手札に、マガツストーム、スキル発動なのです。何？マガツストームはリアガードが手札に戻った時、グレード3をソウルブラストすれば3体のリアガードをスペリオルコールできるのです。なんだと。しかもその3体はパワープラス5000。頼むのです。精進。
何をぼーっとしてるのです？まったくいつにも増して使えないやつなのです。なんだと？自分に合ったクランを見つけるためにはやはりいろんなクランを使ってファイトすべきです。それぞれのクランにはクランごとに得意な戦術があります。コーリン、どうしたの？アイチが美咲はここにいるって。美咲は休み時間にはいつも読書してるから行って休むといいって。変なところ見てるな、アイチ。忙しそうね。まあね。ヴァンガード甲子園出られそう？当然でしょ、私もカードファイト部の部員なんだから。絶対にみんなと、あなたがいなければ私はまだカードファイト部へ入れないままだったと思う。スタンドアップヴァンガード。私が勝ったらカードファイト部に入ってもらうわ。それが嫌なら全力で私を倒すことね。クライド、ヘキサゴナルメイガス。運命の糸に導かれて私の仲間がここに集う。お願い、ダンテガル。お姉様、あれをやるわ。ええ、よくてよ。私はまだ諦めたりしない。私のターン、ガレスとヴィヴィアンでヴァンガードにアタック。マルクでブーストしてヴァンガードでアタック。ブロンドエイゼルのスキル発動、戦場の嵐サグラモールをスペリオルコール。サグラモールのソウルブラスト1枚ドロー。ヴィギの騎士ガレスをスペリオルコール。イマジナリーギフト、プロテクト。ツインドライブ、ファーストチェック、セカンドチェック。すげえ、ダブルトリガー。あなたが紡いできた運命もついに尽きたみたいね。ありがとう。ビギの騎士ガレスでブースト。戦場の嵐サグラモールでヴァンガードにアタック。バトルキューピッドノキエルで完全ガード。アタックはヒットしない。ネメアライオンでヴァンガードにアタック。みんな聞いてくれ。コーリンは宮地学園、スイコは福原高校、レッカは付属の福原中学。それぞれの場所で役目を果たしてもらっていたけれども、コウちゃんは仙道愛知の監視だけじゃなくてカードファイト部なんて余計なことやってるけど。レッカ？僕自身も役目を果たす時が来たようだ。コンサートマスターとしての。君たちも知っての通り、立浪財団の当主は代々コンサートマスターとしての役目を担ってきた。お父様、僕じゃなくて。
そしてコンサートマスターにはリアガードのように付き従う者たちが存在する。その運命に従い竜なぎ一族の中からコールされたのが君たちコールドウォーカーだ。みんなこれまでの記憶はないようだね。それはこれからの君たちに必要のないものだからだ。僕がコールドウォーカーとして生きる全てを与えよう。で、私たち何やればいいの？あなた、タクト様に対して口を慎みなさい。タクト、この人怖いんだけど。タクト様でしょ。いいよ、タクトで。それぞれ僕への忠誠心には差があるようだね。君はどうかな？あなたの御心のままに。そう。だけど、歴代のコンサートマスターが表立って動いたことはないんでしょ？それがどうしてタクトの代になって？伊吹浩二、彼はこの僕が知らないユニットを使っていた。ドッキングデリートグレイオン、スキル発動。何？ガンタリア、バカだ。ライドしていたユニットが引き剥がされた。ダンタリアンをデリート。デリートだと？そう、こいつはヴァンガードの決死さ、惑星クレイの異能者であり我が分身でもある。ドッキングデリートグレイオン、このまま野放しにはできない。脅威が迫っている、この惑星クレイ。何言ってんのタクト、惑星クレイなんて架空の場所でしょ。そうか、君たちには話したことなかったね。惑星クレイは実在するよ。クレイが実在する？疲れてるんなら学校休んだらどうだい？何言ってるのタクト、私は行きます、絶対に。そう、だったら教えておくけど靴下片方しか履いてないよ。え、本当だ。それにカバンも持ってないじゃない。何？
本当だ。そもそもまだパジャマのままなんだけど。そんなバカ。本当だ。でもデッキだけはしっかり持ってるんだね。何しに行くんだか学校に。本当だ。